フニクラーからの眺め、フニクラーからの眺め、ケベック旧市街フニクラー、フニクレールデュビューイコールケベックは、カナダケベック州ケベックシティ近隣のケベック旧市街にあるフニクラー鉄道である。当、フニクラーはオートイコールビルからバースビルへと連絡しており、それには古代のノートルダムでビクトワール教会、歴史的なプチシャンプラン地区、 港及びミューゼドラ・シュビリザシオンなどの場所を含んでいる。道路線に1回乗車することにより、45度の角度で210フィート移動することができる。1879年11月17日に、東フニクラーが開業しており、当初の推進力には、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ビースバーデンにある、ネロベルクバーンにて未だに利用されているものと類似した。 水バラストシステムを利用していた。1907年に、道路線が電気式の運行へと転換された。1945年7月2日に、大火災によりフニクラーの設備が破壊されたため、当フニクラーの再建が必要となり、1946年に完成した。それ以来の主要な改装として、1978年及び1998年に行われている。 2004年には、東フニクラーの運行125周年の祝典が行われた。1996年10月に、ケーブルがプツンと切れ、かつ下の駅に衝突する前に、非常ブレーキで客車を停止させることができなかったために、英国人であるヘレン・トゥームズが死亡した。この事故により、1998年まで、東フニクラーが閉鎖されている。 豆腐ニクラーの技術書言は以下の通り、ありがとうございます。